え、めっちゃ回復した。やめて。え、そんなに回復するってぐらいしたんやけど。ちょ、今までの私の苦労よ。で、この先に、お、進んでいけるんか。扉をぶち壊してきてくれたけん。手前もなんかいける感じ？え、届か。あ、二段ジャンプみたいなんなかったっけ？全然できんやないかーい。あれ？ん？なんか今地面が浮いた。ね、今地面浮いたよ、なんか。おお、星のかけら出てきた。ね、上に飛びたいんやけど私。おお、出た出た出た。メープルシロップ。うわ、でもいっぱいか。待って、あ、じゃあハニーシロップいらんね。これその場で捨てるんじゃなく、なんだこの像は。え、もしかしてこれさ、向こう側のこの同じ場所ボスおるんじゃないの？なんとなく。なんかそんな感じせん？じゃあとりあえずもう一個の扉の方入るか。ほら、多分あっち側の、あそこの扉の中、絶対ボスおるって。こっちは？これカメキか？ポコピーか？スイッチあっち側にしかないもんな。なんだよ、反映されてくれよ。ポコピー。渡れんやないかい。え、待って。晴れたってこと？この距離運べるかな？え？え？何？どうすればいいの？いけんくね？待って待って待って。ん？ちょ、待って、向こう側行ける？どっかから。え？行けんくね？え？何？どうやって行くん？あれ。なんか、向こう側のマリオもおらんなったし。え？向こう側行けるとこないよね。なんだなんだ？え？いけないんですけど。やっぱあっち側と連動しとんかな。あれ？こっちか。あれ？この辺。この辺か。おー、連動してる。連動してる。やったわ。通れた通れた。なるほどね。あっちにも行けるけど。鍵がかかってる。あ、じゃあこっちから左に行くってこと？あ、こっち側宝箱あったんやないん。取ろうや、取ろうや。こっちなんか絶対ボスおりそうな気するんやけどな。えへ。あれ、入れないの？なんもないんか。ここをもうピンキーで広げれる？あ、間違えた。広げれんのか。じゃあ進むしかないっすね。ん？ちっちゃくなった。なんかこれ押せそう？ねえ、なんか引きずった跡みたいなのあるよね。おーっと、穴が。まあ、すぐに戻れそうやけど。くっそー、またガボン兵が。やめてよー。宝箱や。鍵かな。違う。諸刃の刃のバッジをゲット。与えるダメージが1増えるが、敵から受けるダメージも1増える。やだ。ダメージ増えるのはやだ。痛い。やめてよ。逃げるよ、逃げる。あ。
体力回復したいな。よっ。で、もう他には何もないのか。おお。向こうの部屋でもね、ここにあったもんね。一回回復しに行きたいんですけど。どこやったっけ？あ、こっちか。こっちだ、こっちだ。あ、穴開いとる。よしよしよし。あ、宝箱あるかな？こっち側にも。くんな。あったー！鍵か？次こそ。どうや？神殿の鍵をゲット！やった！クリスター神殿の錠前を外せる。よしよし、これで進めるっすね。ぶつかった。はあ、進んでこ進んでこ。こっちやったっけ。ん、この先す、あ、進めるね。オッケーオッケー。はい、神殿の鍵。え？これは多分、え、普通、え、敵？何？怖い。え、何何何？怖いよ。でもこのマークは。あれ？奥との仕切りがない。扉もない。喋るのか。あ、喋れる。謎を解かなければここは通れません。謎が解けたなら通してあげます。え、何？え、その謎は。謎を解かなければここは通れません。謎が解けたなら通してあげます。え、謎は。謎を出してくれるわけじゃなくて、この状況が謎ってこと。え、何何何何何。え、何？なんか回転した。ん？どういう。向かい合わせにしてみたけど。向いとる方向に押せるとか。あ、押せた。あ、動いた。これは奥か。あ、なるほど、そういうことか。ってことはあっちに向かせんといかんのか。あ、違う、逆。なんか正面から見たらちょっとあれだね、君。お顔が。あっちと逆で考えんといかんのよね。いや。うん、これあっち側。あ、一応ここスペースあるんか。なるほど。で、一旦ここで押しといて。あらの？こっち？違ったー。こっちだったー。で、こっち押せない。あ、一応でもそっかそっかそっか。押せるわ。ここをこう動かせばいいんか。できたー。そろそろボスっぽいんじゃない？行くか。回復できるやん。やったー。あ、そうよね。ボス戦前に回復がないなんてことないよね。で、こっちでもセーブしとこ。いくぜ。あれ。まだ。あ、来た。こんなところまで来るのは誰だ。私です。
目だけで王冠が浮かんでる。手足もないな。透明人間？人間ではないか。貴様マリオだな。とうとうここまでやってきたか。クックックック。星の精を助けに来たのだろうが、そうはいかんぞ。ここで貴様をやっつけて、クッパ様へマリオの氷漬けをプレゼント差し上げるのだ。ちょっと声震えすぎじゃない？ちょっと待ってね。とりあえず一旦力を抜いて。何それ、周りのやつもおるん。え、その王冠も敵ですか？そういうことじゃないんか。あれが本体で周りがあるってことか。なるほど、王冠だけ刺しとんかと思った。え、でもなんかその可能性もあるよね。だって本体がないってことは、あの王冠部分だけがそのなんか攻撃を受けるというか、あれ本体だったりする。どうしようかな。あれ周りのやつも攻撃してくるんよね。とりあえずピンキーアタックでもしておいてもらうか。周りはつけといった方がいいんかなと思ったけど、周りできんのか。え、できん感じか。んでも他狙えんよね。とりあえずこいつを、弱いな。他のに変えるか。え、そこ口なの？あ、おらんくなった周りのやつ。仲間入れ替えようかな。体力どれぐらいあるんやろう。仲間チェンジで、どうしようどうしよう。レサレサにしとくか。攻撃当たるかな。レサレサで。まあ、でも、これは周りのやつらにはもう適用されてない感じ。やめてよそういうの。でもこれはあいつの攻撃力が減っとけば大丈夫なんか。適用されるんか。レサレサビン。あ、周りのやつらにも攻撃できるな。まあでも本体でいいか。とりあえず本体攻撃しとくわ。え、全然攻撃できん。え、全く攻撃できんぞ。あー、やっぱり大丈夫なんやな。え、何で攻撃すればいいんだ。じゃああれかな、誰やったっけ。あかりん。あかりん防御力無視して攻撃できるもんね。あかりんにしとこ。あ、力を抜いての効果が切れた。いけい。よしよしよし、あと1回分はあるね。今のところノーダメやけ。ビリビリアタック、これでいけるかな。いけるいける、やったね、いい感じ。へっ、ノーダメです。ハッピー。まあでもボスの後はないやろうけん、フラワーポイントもどんどん使って大丈夫かな。てかボスで使うんとどこで使うんって感じよね。いいぞいいぞ。発電パワーで攻撃力上げとくか。とりあえず上げとこ。間違えた。使ったことないけんやり方がわからんかった。なるほどね、そういう感じね。まあ、でも1は上がるんや。まだいける。
っぱ体力結構多いんかな。お、なにそれ。5のダメージってことか、これ。だってね、3いけとるわけやろ。とりあえずビリビリアタックしとこう。なに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 、なんか体力が半分ぐらいになってきたってことかな。攻撃パターン変わってきた。分身したんですけど。これはどれが本体なんすか？さっきのでもしかして本体どれかとかわかる感じやった？入れ替わりの時で。本体普通に見破れた。めちゃくちゃ普通に見破れた。あーでもやばい、また凍ってしまったよ。ちょ、あかりん頑張って。めっちゃ回復した。やめて。そんなに回復するってぐらいしたんやけど。最悪やん。ちょ、今までの私の苦労よ。じゃ、キラキラ落としで。あ、これで見破りもできるわ。全体攻撃やけん、見破りもできるわ。こういうアイテムはね、ボス戦でバンバン使わんと。あ、これ仲間も道具を使えるようにしてください。あかりんにしとくか。防御力無視で。これ多分、あかりんは、普通に攻撃が。イエーイ。でもう一個道具があったけん、ちょっとそれ使おう。あ、でも願っておきたいかな、先に。一番奥ではない。あ、やばいやばいやばい、回復だな。先にウルトラキノコか。とりあえず先に体力満タンにしておいて。あがす。ハッピー。じゃあ一番手前は？一番手前だ。めちゃくちゃ分身しまくるやん。余裕がないんだな。で、ここで、アイテムでね、キラキラ落としを。で、速攻で分身解かれると。あ、やっつけた！やった！イエーイ！やったね。最後の星のせいが、クッパ様、お許しを。そっか、これで最後か。綺麗だな。最後どんな子やったっけ。あ、そっか、割となんか普通な感じの子やったっけね。もう進めるのか。でもこれ出てきた時なんか若干違うよね。デザインが。ステージクリアー。あれ、普通の感じの子じゃなかった？なんかヒゲのおじさんになったんやけど、どういう。地の果ての忘れられた神殿でマリオたちはとうとう最後の星の精を救い出しました。7人の星の精が集まればスターの杖を持ったクッパと戦うための力を得ることができます。大魔王クッパと対決する時がいよいよやってきました。そっか、星の精たちを集めて終わりじゃないんよね。果たしてマリオはピーチ姫とスターの杖をクッパの手から取り戻すことができるのでしょうか。